中津市の児童家庭支援センター、やわらぎ。大分県が設置した施設で、県の財源と日本財団の助成金で運営されています。利用者の負担はありません。児童家庭支援センターとは、社会福祉法によって設置される相談機関で、専門的な知識や技術に基づいて子育ての助言や援助を行います。児童養護施設や障害児の通所支援事業に取り組む社会福祉法人成城園が運営を担っています。センター長を務める小屋さんは、社会福祉士として25年間にわたって児童福祉に携わってきました。一人親家庭の方とかも今とっても多いと思いますし、外国籍の方とかもやっぱ多い状況ですので、そういった方って行き詰まる場面というのが、いろんな場面で出てくると思うんですね。ちょっとした困った時に頼れる人がいなかったりとか、経済的な面であったりとかですね、そういった時に私たちのようなソーシャルサポートがあることによって、このご家庭の方たちが地域の中で継続して暮らしていくことができるんじゃないかなとは思ってるんですよね。必要に応じて学校や児童相談所などとも連携します。放課後の学童保育だけでなく、食事や入浴、家庭訪問、弁当や衣類を困窮世帯に届ける事業や、事情がある親子の宿泊の受け入れなど、サポートは多岐にわたります。コロナ禍真っ只中の2020年に、子ども食堂の取り組みを始めました。始めたきっかけもですね、コロナによってやっぱ家庭がもう全部お家の中に撤収してしまって、私たちも子どもたちに対して直接的にアプローチできる機会とか手段とか失ってしまって、子どもを地域の中で見守らなきゃいけない役割なのに見守れないという状況になってしまって、じゃあ次の方策を考えないとということを思って、子ども食堂をして、閉ざされた家庭のドアを少しずつちょっと開けていこうかということで始めたですよね。月に2度開催していて、地域の子どもや保護者40人ほどがやってきます。調理を手伝っているのは、併設する児童養護施設に入所する中学生や高校生です。そこにはこんな日があるといいます。児童養護施設で生活していると、そこには本当に衣食住は整っていて、適切な大人もあてがわれていて、支援を受けることに慣れてしまうというか、なんか一方的に支援を受け続けるだけでは子どもたちの成長とかにとってどうなのかなというところがあって、逆になんか地域の人たちに対してサポートであったりとかボランティアとかすることによって、その子にとっての自己肯定感が上がったりとか、なんか社会貢献というか、いつも与えられているだけではなくて還元するというか、そういった感覚を持ってほしいなと思って、近所のお兄ちゃん的な存在になってほしいなとは思ってるんですよね。じゃあ手を合わせてください。おいしい。サラダとフルーツとハンバーグ。ハンバーグ少し食べて、ご飯が半分ぐらい進むんですよ。だからめちゃくちゃ美味しい。悩みを持つ保護者や子どもを見つけ、支援につなげるのも子ども食堂開催の狙いです。児童家庭支援センターとしての普段の活動が生かされます。困っている子ども家庭に、近づきやすい位置にあるんですよね。さまざまなゾーンの子どもたちにアプローチできるんでですね、専門職が児童家庭支援センターにはいるんですよね。社会福祉士もいれば、心理士もいれば、保育士もいればですね、速やかに対応できるところがですね、児童家庭支援センターで子ども食堂をやっていくメリットになっているのかなとは思います。ネットワークがあるので、他の相談機関さんとか支援機関さんにおつなぎするということもできるんでですね。
小味がせん。そう。地域の子供と親の居場所になりたいなっていうところですね。まだまだ足りない、はい、これから居場所になりたいなと思います。